どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今回はですね、質問に答えます性コーナーでございます。ウクレレガズレレで楽しんでる方、やってみたらいろんな質問、これどうなってんのみたいなこといっぱいあると思います。ということで皆さんの質問答えてますよということなんですけど、2024年版のこの動画、これ概要欄に貼っとくんですけど、こちらの動画に質問のコメント書いてくださった方に、お答えということで、今回2024年の第2回目のね、質問回答編ということでお届けしたいと思います。新たに質問がある方はですね、こっちの動画のコメント欄に書いてください、ね。この今喋ってるこの動画だとね、もうややこしくなっちゃうんで、こっちにまとめて質問書いてください。お手数ですけど、これ概要欄に貼ってくんでよろしくお願いします。そして、結構ね、もうこのシリーズ、結構長くやっているんで、もしお時間ある時にね、いろいろ見るとですね、自分の質問も過去にされてるかということもあるかもしれないんで、再生リストもね、概要欄のところに貼ってるんで合わせて、見ていただければなというふうに思いますと。はい。ちょっとね、お知らせを挟みながらも、もう早速やっていきましょうかと思います。じゃあもう最初の質問いっちゃいます。最初、馬の骨さん。すごいですね。質問です。指を立てて弦を押さえるコツはありますでしょうか？はい。最初は気をつけていても、コードチェンジしていくうちに指が寝てしまい、他の弦に当たってしまう。左手ですね。指が立ってないとね、綺麗にコード出てないから。それと、コードチェンジのタイミングも、曲の最中に少し早くなったり遅くなったりしてしまいますと。コードの腕の振り幅も一定ではありません。いろいろありますね。いろいろあります。はい。どうしたら右手と左手を連動して、ベストなタイミングで演奏を続けることができるでしょうかと。これ、大まかには、三つの質問ってことですね。コードを押さえる左手が、指がこう、立たない。寝ちゃうってことがまず言ってんでしょ？あと、コードチェンジを切り替えるタイミングと、あと、ストロークの右手の話になっちゃうわけです。これ三つの質問が、今一緒に来てます。欲張りさんですね。はい。まず一個目なんですけど、指を立てる、コードを左手のね、指を立てる方法なんですけど、変な話ですよ。立っているっていうことは越したことはないんですけど、ガズレレでいうところの二つの押さえ方があるんですね。この、親指がネックの上に出てる人、これはロックフォームというふうにガズレレでは言ってますが、こうやって親指でこう、後ろからこう支えてこう挟む感じ。これをね、クラシックフォームというふうにガズレレでは言ってるんですよ。でね、クラシックフォームにしたらどうしたって立つんですよ、指って。で、ロックフォームで握ってると、これ立てるっていうのがちょっとね、難しく感じるかなということなんですけど、多分ですけど、馬の骨さん。まあ、そんなにガズレレ歴長くないと思うんで、こういう質問が出てくると思うんですけど、これで、ね、どっちが握っちゃうのがいいとか、この下の親指こういうふうに挟むのがいいとか、ロックフォームがいいかクラシックフォームがいいかって、正解とはないんですよ。皆さんがやりやすい方が正解なんですね。なんで、多分ちょっと今、見てるわけじゃないんで、馬の骨さんがどっちのスタイルでコードを押さえてるかというふうに思うんですけど、ガズはですね、もう完全なロックフォームの、人なんですよ。なんで、いつもここから親指が出てて、いつも F を押さえようが G7 だろうが、親指が出てるんですね。はい。なんで、多分これを、やってると、指が立ちづらいっていうのは確かにあるかもしれないですよね。角度がね。まあでも、しっかり立ってますけどね、ガズさんも。はい。なんですけど、一個考え方を変えると、この親指を、左手の親指を、クッと下げたら、もう絶対立ちますから。はい。これちょっとやってみてください。あとね、コードを押さえるときに、この角度もすごい大事ですよ。回転させる角度。そして、あと親指の、こういう角度ですね。この角度。指が立つっていうのは、すなわちこっちにやったら、まあ立つわけですよね。だけど、こうやって弾いてるのも、なんか変な感じだから、このバランスだと思いますね。こういう角度と、この角度とか、ま、いろいろちょっとね、これ、加味されてくるところがありますね。なんで、いろいろ、親指、ちょっとこの、向きを、確認してみるのをおすすめですね。まず1個、指立つの。で、これね、面白い話なんですけど、指を立てたらいいかっていうわけでもないんですよ。まあ、例えば G7 で言うと、ガズの場合、こんな風に押さえてるんですけど、指が立ってるかっていう感じじゃないです。F にしてもこうですよ。こういう風になってるってことですね。わかる？こういう風に倒れていてもいいんですけど、こういう風に立てる必要はないですからね。立てるっていうんじゃなくて、綺麗に音が鳴ってればいいわけですから。その立てるのがゴールじゃないです。綺麗に音が鳴っているのがゴールだから、今ここに書いてあるからね、わかると思うけれども、コードチェンジしていくうちに指が寝てしまい、他の弦に当たってしまうってことは、どっかでこううまくいってないってことだと思いますからね。あれ、今なんでだろうっていうことで分析してみる。どの指がどんな風に当たってるんだろうってことですけど、最初はでもこの文章を読むに、最初はしっかり立ってるのにということなんで、なんか気が緩んでこうね、
疲れてくるのかわかんないけど、そんなことになってるんじゃないかなと。親指の位置と、この角度。ちょっとまずそれ左手ね、見てみてください。あと、コードチェンジのタイミング、これはですね、結構大事です。例えばですね、じゃあ、C と F と G7 だとします。こんなコード進行だとします。C と F と G7Am だとします。C、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 F 行って、G7 の Am だったとしますよね。その時に、C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 、F 行ってって、このぐらいのテンポだったらいいけど、すごい速い時。はい。この時にですね、まあ、ガズがよくやる手法としては、でんででんでだだ、もう話しちゃう。でんででんでだだ、でんででんでだだでん。わかる？今、C からじゃあ G7 行く時。でんででんで、話す？でんで。最後の一回も話しちゃっていいです。そして、次の小節の頭では絶対に、コードを押さえて、右手も同じタイミングで弾く。これをすごい意識するといいです。例えば、C から A シャープみたいなちょっと難しいコードだと、はい、押さえづらいでしょ。でんででんででんでんで、この一瞬で C からパシッと切り替えるっていうのはもう難しいから、じゃんじゃじゃんじゃ、離して、じゃんじゃじゃ、こんな風にふんわりサボりを入れる。ふんわりサボりを入れるといいです。2回言いました。はい。コードチェンジの時はもう何が何もまで、最後の最後までそのコードを押さえてなくても大丈夫なんですよ。ちょっと違和感あるか聞いててね。じゃあ行きますよ。今結構話してますからね。でも聞いてると別に流れてませんか？で、そこを、ふんわりしていいんだなっていうふうに思うと楽になります。もしそうじゃないとすると、この、もう慌てちゃうから。この一瞬でバシッと A シャープとかね、難しいこととか、これはなかなか難しい。なんで最後の一個はふんわりサボる。これ覚えておいてください。わかる？ふわーでん。はい。これでもですね、音楽がこう流れてきますから、グルーブに乗っていると、一回ふわりっと話してても、次の小節の頭でビシッとこう、弾ければ、バッチリでございます。いい質問ですね。じゃあ三つ目ですけれども、最後はストロークの腕の振り幅も一定ではありません。このストロークの腕の振り幅っていう表現がですね、もうなんか肘で弾いてる証かなって感じするんですよ。こうやって弾いてんじゃないの？もしかして。こういうの振り幅っていうのはね、ガズの場合8ビートでも、手のこの、こういうなんていうのかな、これでも手首で回転させてますからね。振り幅っていうか、ちょっと見てもらいたいんですけど、今見てね、ガズの右手見ててね。なんとなく、8ビートと16ビート今混ぜてやったんですけど、基本的には、ガン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 、そんなには変わらないっていうか、ずーっと淡々と変わってるのがいい。変わらないのがいいですよ。ちょっとこれ聞いててね。シンコペーションがリズム入ってこようが、はい、何が起ころうがずーっとこうキープしている。なんで、振り幅が一定というよりは、まあリズムが一定だとどうしたって振り幅って同じになると思いますから、まあまあそんな感じかなと。はい。これをまあ今3つのね質問が一緒になってたんですけど、それぞれ別に考えていくのがいいんじゃないかなと思います。はい。そして、馬の骨さんにおすすめなのは概要欄に貼っときますけど、お役立ち、ガズレレ、ウクレレお役立ち情報っていうページがあるんですよ。そこにね、きっとヒント盛りだくさんです。なんでこれ、概要欄に貼っとくんで見ていてください、ね。はい。じゃあ次の質問に行く前に、ただいま G ラムのウクレレたち、大好評販売予約受付期間真っ最中でございます。ね、今月、2月、3月、4月で、G ラボ祭りキャンペーンなんです。5月に、G ラボユーザーだけのイベントがあります。ちょっとここにこんなサムネイルを用意してるんですけど、概要欄に貼っとくんですけど、2月3月4月特価のウクレレを2本2ラインナップ用意してて、今月はブラックビューティーモデルとわがままウクレレが 10% オフです。
ブチッパオフです。ぜひ皆さんこれを機に。で、来月3月は、ヴィンテージシリーズモデルと、ウスレレが 10% オフってことになります。で、4月はガズモデルウクレレと、旅レレが 10% オフということで、すごくいい感じで、手に入れていただけるんじゃないかなと思うと、他のすべてのラインナップをただいまね、大好評、販売と予約受付中ですから、概要欄、ちょっとこの、G ラボ祭りと合わせてチェックしておいてください。はい、じゃあ次の質問いきます。次の質問をいただいているのは、ちょっと待ってね。次の質問をケンさん。ケンさんの質問に答えます。いつも楽しくためになる動画をありがとうございます。ガズさんの動画のおかげで8ビートの曲は楽しく弾いて歌えるようになりました。素晴らしい。その後16ビートにチャレンジしてガズレレだけなら、その後16ビートのもチャレンジしてウクレレだけならそれらしく弾けるようにはなったのですが、一緒に歌った途端歌に引きずられリズムが崩れたり手が止まってしまったり、ガズさんのようにノリノリで弾いて歌うことが全然できません。なるほど。じゃあ8ビートはできているってことですね。16ビートになったらできなかった。はい、戻りましょう。8ビートより歌を合わせるのが途端に難しくなった気がします。はい、歌に合わせて16ビートを弾けるようになる効果的な練習方法があればぜひ教えてください。よろしくお願いします。あー、これはね、ケンさんね、僕の勝手な予想ですけど、ケンさんが練習している16ビートは、まだ8ビートの延長上にある16ビートなんじゃないかなと思います。ちなみに8ビートってこうですよね。C で。はい。これちょっとガズさんの首に注目してください。1、2、3、4、1。これ8ビートのノリですけど、多分ですよ。僕の予想ですよ。ケンさんの16ビートってこういう意味じゃないかなと思うんですよね。じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃん。音だけ聞いてると16ビートのフレーズなんですけど、実は8ビートの、延長線上なんです。本当の16ビートのリズムってガズの首に注目。こういう大きいノリなんですね。で、つまり、この16ビートを弾いてるようでいても、8ビートの感覚のままの16ビートっていう方が結構います。そうすると、もう一回やりますよ。8ビートのノリで16ビートのフレーズを弾いてるだけというパターン。じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん。1、2、3、4、5、6。これだと8ビートのノリになっちゃうんですね。で、これで、例えば、君も忘れない。なんかちょっと調子が狂うでしょ。こうじゃなくて、君を忘れない。こういう風にターンつく、ターンつ、ダスタタン、ターンこのノリなんですね、16ビートっていうのは。ちなみに8ビートから16ビートっていうのはかなりですね、やっぱりノリが、ふんわり感を出さなきゃいけないんで、レベルアップします。で、でもね、救いがすごいあります。救いというか、素晴らしいことは、8ビートでは歌えてるというふうに、これはお見かけしておるわけでございますけど、8ビートで歌えてるってことは、もうね、半分、もうできてるようなもんです。つまりこの16ビートで、ダン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 サタンタンタン、このガズと一緒に合わせて、この体の動きでできたら、もう時間の問題です。F。シャーを入れましょう。Am。2、3、F。1、2、3、4、1。こんな感じでですね。1、2、3、4、ダン、ダカチ、ダンダスクタク。このノリをですね、まず、練習してください。で、いつも言ってる話ですけど、歌が、リズムを弾いて歌が歌えないっていうのは、その音楽のスペースがですね、まだちょっと歌中心になってないですね。なんで、でも8ビートで歌えてるから、きっと分かってくれると思うんだけど、リズムが、自分の頭の中の端っこに行った時に初めて歌がど真ん中になって、一緒に歌えるようになるんですね。今、リズムが真ん中中心にありすぎてるんですよ。ガズのいつも言う説明をするとですね、まあ、ここが音楽のスペースだとすると、はい。真ん中に線があります。で、こっちは歌。で、こっちは演奏です。この、真ん中になった時に歌えるんですよ。歌ね、こっちが歌ね。歌が真ん中より超えたら、いい感じで歌えます。歌を、リズムが歌のエリアにこうやって、侵食しすればするほど歌って歌えないんですよ。だから8ビートの時も最初はみんなリズムばっかりだったのに、歌をだんだん、フォーカスしているからこっちにだんだん来て真ん中ぐらいになって歌えるようになるんですね。はい。
つまりじゃあ歌をね、歌のスペースをこうやってこっちに広げるためにはどうしたらいいかっていうと、まず調子に乗るとか、でっかい声で歌うとか、こそこそ歌ってると結構ダメなんですよ。なんで、河原に行ったり、お一人様カラオケ行ったりして、でっかい声で歌う。あとはお酒が好きな方はね、ビールとか飲んでね、もう調子に乗ってやるとかいいと思います、ね。あ、そういえば今日ですね、ガズさん、お酒飲まずに3ヶ月経ちました。すごくないですか？毎日浴びるように飲んでいた私ガズがですね、3ヶ月もお酒を飲まない。今日は素晴らしい記念日にお届けしております。まあまあでも、そういう時にはお酒の力を借りるのもすごくいいと思いますよ。気持ちよくなって、調子に乗ってでっかい声で歌うだけで結構できたりします。なんでこの2つをちょっとケンさん、試していただければなというふうに思いますと。はい。じゃあお知らせ2つ目、見てください。ガズレレではバッジを発売しました。バッジです。7種類あります。可愛いんですよ、このバッジ。他にもね、いろんな柄があってですね、ただいま大好評なんですけどですね、もうすでにちょっと品薄なデザインもあるんですね。これガズが落書きで描いた鳥の絵とかですね、他にもね、7種類、あ、これ写真出しときます、これ。なかなか可愛いです。Gマークとか、はい。ぜひ、こっちも概要欄にですね、貼っておくんで、バッジとか水引きとかね、ストラップ、毛糸のストラップとか、いろいろ、あ、毛糸のストラップどこ行ったっけな、あ、ここにあるのか。こういう毛糸のストラップよくガズが使って、こういうのも販売してますんで、見てみてくださいと。さあ、次の質問行きましょう。次はですね、はい、よいしょ。こちらは、ブランドマルさん。ありがとうございます。ブランドマルさん。16ビートのチャの練習を始めたのですが、糸とか、ゆったり16ビートのチャを弾く曲をガズさんが弾いてるのを聞くと、動画レッスンで弾いてるのと違って聞こえます。なるほど。コツなど教えていただければありがたい。いい質問ですね、これは。これはですね、16ビートっていうのは、なんか16ビートってこういうイメージでしょ？じゃん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 みたいなイメージがあると思いますけれども、これがはですね、16ビートって一言で言ってもすごくいろんな幅があって、バラードで使われる16ビート、いいところに気がつきました。このバラードで使われるゆったりスローな16ビートっていうのがもうセクシーで、ふんわり感満載でかっこいいんですけどね。じゃあちょっとスローな感じで16ビートのチャロをちょっとやってみましょう。せーの。これはね、気持ちがいいでしょ。これはやっぱ普通の16ビートだと出てこないこの空間がやっぱ多いから、それを跳ねてるとか、ちょっと若干ビブラートかけたりとかしてるんですよ。跳ねるっていうのはシャッフルっぽく弾くです。ちょっとC で16ビートじゃ、練習用みたいな感じで弾いてみると、こういう感じでイメージみんな持ってると思うけど、これをちょっと跳ねるだけで、やってみますよ。今リズムが跳ねました。これ同じ16ビートのチャでも、この跳ねるのが、だんだんこうね、なんつうの、レベルがあるんですよ。すっごい跳ねるリズムと、ちょっとだけ跳ねるみたいなこともできるんですね。ちょっとじゃあ、何にも跳ねない16ビートのチャ。これ何にも跳ねてないです。で、だんだん跳ねていくと、すっごい跳ねると、で、つまりはですね、スローなバラードで使われているような16ビートのチャって結構跳ねてるんですよ。跳ねていてゆっくりだから全然違うリズム聞こえてるんですよね。ね、このふんわり跳ねてる。だからシャッフルのビートだと思うといいです。シャッフルっていうのはリズムが跳ねてるリズムですからね。チャッカ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  C でいきます。ダンダンダンチャッカチャッカ。これ跳ねないと、ダンダガチャカダダッタチャカダカダンダガチャ、ちょっと平べったい感じ。でもこれをあえて使う時もあるし、ブン、ダッツ、ダス、ダス、ダック、ダック、は、すごい跳ねる時もあるし、このさ、跳ねるさじ加減っていうのがね、もうちょっと跳ねようとか、もうちょっと跳ねないようにしようとか、コントロールできるようになると素晴らしいんですけど、その辺の、感覚が、この質問の、心理、すごい言葉になっちゃった。本当のことだと思いますね。跳ねてる要素を加えて、ゆっくり弾くと、ダンス、ダクツ、ダンス、バッ、こんな風な、スローな感じになると思います。こういう時便利なのが、やっぱ、ボイパですね。やっぱね、口で言えることっていずれ弾けるようになるんですよ。だから、ダンツ、バクツ、ダン、ダダンカ、チャッカタッ、ダンタッカ、チャッカタッ、ダスタダンカ、チャッカタッ、ダンタッカ、チャッカタッ、ダスタタッカ、チャッカタッ、
態でこのふんわりした跳ねたリズムシャッフルで16ビートのチャをまず歌わなくてもいいんでやってみると、そういうことをやっていると同じ16ビートのチャなのにこのこういうのとはまた違う、違う一面が、16ビートの茶のいい一面が見られるようになるんじゃないかと思います。ゆっくりもいいし。で、あとね、それこそファンキーなビートとかでもまた違いますもんね。なんかそれこそ、これも16ビートの茶だけど、このやつもね、跳ねてんだけど、いや、こっちはの踊れるやつですもんね、こんな感じで。それとは違ってまたこのバラードになると、この跳ねも、なんかこういい感じでこうなるという。この跳ねる感じっていうのはですね、なんともこの言葉で説明するのが難しいんで、やっぱ口でね、ドン、チッタ、パッ、チッタ、スッタ、ダン、パッ、チッ、このグルーブを表現していって、それをこのウクレレのリズムに落とし込む。口で言ってみて手で落とし込む。これがいいと思います。ぜひともやってみてください。はい。じゃあ、お次の方行く前に、告知です。ガズの本が出ます。主婦の友社から、この4月26日にリリースされる、めちゃくちゃガズがいいこと言ってるエッセイ本、ご機嫌ガズレレデイズという本が、ただいま予約スタートになっております。ぜひ皆さん予約してください。はい。アマゾンで予約できるようになってるんですけど、本当にですね、これ、いいこと書いてあるんです。ガズって大体いつもいいこと言ってるんですけど、こういう感覚を、どっか頭の片隅で持っていて音楽をプレイするっていうことでですね、さらにですね、いい感じになりますから、はい、概要欄に予約できるところ貼っとくんで、GGD って言ってます、略してご機嫌ガズレレデイズ、略して GGD 予約お願いいたします。はい、じゃあお次の質問参りましょう。次はちょっと待って、たぬきちさんの質問でございます。こんにちは。いつもガズレレ動画見ながら、練習してる初心者です。質問ですが、8ビートのチャも練習中です。ストロークについてです。アップで戻る際の音がこもったようなまろやかな音になってしまう。もっと鋭いかっこいい音を鳴らしたい。指の当たる位置が悪いんでしょうか？点点点。8ビートのストローク、親指以外の4本指の爪で弦を弾くのが正しいですか？ガズさんの動画を舐めるように見た結果、そのように お見受けしました。丁寧な言葉を使います。ガズさんの動画でストロークについておっしゃってる動画が見当たらなかったので、かっこもしあったらすいません。こちらで質問させていただきました。いつも楽しく動画ありがとうございます。お体にご自愛くださいませ。お前もな。はい。ありがとうございます。質問。たぬきちさん。まず8ビートのチャンアップですね。ちょっと待って。もですね、結構瞬発力が結構大事です。多分ね、なんかこうアップが苦手っていう人最初多いんですよね。なんかこういうことでしょ、多分大げさにやるとなんかこうふんわりしちゃうというか逃げちゃうというかことだと思うんですよね。ちょっとちなみにそんな方にガズが面白い実験をします。このウクレレをクルリンパこっちに回します。すごくないですか？すごい音が出るんですよ。ガズさん、どっちかっていうとアップの方が音でかいぐらいじゃない？こうやって弾いてるんです。チャを入れるとかっこいいでしょ。これ8ビートだと今チャを入れてる感じ。これすごくないですか？ヒントたくさん。アップがこういう風に弾いてるんだよね。こういう風に弾いてるっていう感じじゃなくない？こんな音が出る。このまんまやってんですよ。すごいでしょ？だからこんな風にガズさんは弾いてるんだなっていうのが、まあ、わかると思いますと。はい。これ、ちょっとなんかヒントがあるかもしれない。だけど、初心者の方、たぬきちさん、心配でしょうけど、これ不思議なもんでですね、このまま楽しくやってると、知らないうちにクリアされてるんですよ。これ大体もう間違いない。なんで、いろんなこと気になるかもしれないけど、まずね、いろんな曲楽しく弾いていってください。で、あとね、自分の演奏を、スマホとかで撮って、客観的に見ると、なんかあれ、おかしい、自分の手の動きちょっとおかしくねみたいな気づきがあると思うんで、それやってみてもらいたいですね。あと、後半の質問、ストロークについておっしゃってる動画、見つからなかったというところで、親指以外の4本の指の爪で弦を弾くって今おっしゃってましたけど、今見たらわかるように、爪で弾くっていうよりは、指先というか、こういう要素が強いかなと思いますね。この指先で結構ガズは弾いてんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、これはね、ここにも書いてあるけど、
正しいですかっていうようなあのことですけど、これはいろいろ人によってね、人差し指なんかいろいろまああると思いますけど、僕はねあのこれ何にも制限しなくて、こうあのいつも言う話としては、手をこう何にも力入れずにだらっとしてください。こうやって力入れないで振るでしょ。これが一番いいんじゃないかと思うわけですよ。自由だから。じゃあ指一本にしましょう。そしたらすごく動きづらいでしょ。なんかだからこれだとうまくストロークできないんじゃないかと。だからすごく自由方便にさせてるんだだけなんですよ、手を。そうすると手がもうふわふわっとしてるの。あんまり意識せずにどの指で弾いてるとか爪が当たるとか言うんじゃなくて、なんか知らんけど当たってます。でこっちもね、どの指が当たって爪が当たってるとか、あんまり自分でもなんかどうなんだろうというふうに思うのもね。まあ質問でよく多いんだけど、ガズは爪もビチビチに切ってるんで、爪で弾いてるっていうような感じでもないと思いますね。まあただしこれはガズが言う、ガズが自分で編み出した私にとってのまああれなんで、皆さんそれぞれにね、あのいいものがもしかして見つかるかもしれないと。そこら辺はまああのこれがこれじゃなきゃダメだっていうんじゃないですかね。ガズはこれが弾きやすいけど、皆さんはどうですかという、そういうご提案でございますんで。はい。いい質問ありがとうございます。たぬきちさんの質問でした。ありがとうございます。はい。じゃあ、お次々行きましょう。お次はですね、佐藤圭さん、質問いただいております。こんにちは。ガズラジもよく聞くようになり、弾いてみたい曲が増える一方です。近頃では個人的に弾いてみたいけど、ガズレレ .com にはない曲にも伴奏をつけてみたりしています。あ、ガズレレ YouTube で取り上げてない曲にもね。はい。いいじゃないですか。もうどんどんやってください。その際、どうしてもコードがわからないことがあります。メロディーに対してのコードをつけるのを、メロディーに対してどのコードをつけるのか、どうしてもわからないときはどうしたらいいでしょうか。それをですね、もう動画出してますよ。この動画がいいと思います。あの、U フレットという、あの、サイトがあるんですね。コードを出してくれるサイトが。それの、この動画概要欄に貼っときますよ。あの、概要欄に皆さんそれぞれのね、アドバイスと一緒に貼っとくんで、まあ見てもらいたいんですけど、そこで見ると、あの、転調をちゃんと C とかに合わせて、もし原曲キーでやりたかったらそれを見てもらうとコードが出てきます。ただし、原曲キーとかでやると、すごい抑えづらいキーになっちゃうんで、まあガズレレでいうところの C とか Am に合わせると、まあまあ、弾きやすいですよということもその動画内で言ってるんですけど、その中でも、めちゃくちゃ難関コードっていうのが出てくるんですよね。それは、あのね、あの、ガズレレ動画をいっぱい見ると、あ、ガズさんこのコードってこのコードに置き換えてんだなっていうのがね、きっとわかると思います。だから、例えば、あの具体的に、例えば今何が出るか、B7 っていうコードって押さえづらいときは、結構な確率で僕は D7 に置き換えたりとか、そういうパターンがあります。もうガズレレには。もうずっと見てると、あ、ガズさんこの難しいコード、ここのコードに置き換えてんだな。一番わかりやすいのは、かっこいいバージョンで出てくる難しいコードを簡単バージョンでどのコードを押さえてるかっていうのを見るとわかります。そうやって、なんかなんとなくこう掴んでいただくと、オリジナルで、あの、ガズレレでやってない曲もできるんじゃないかなと思います。あの概要欄に貼っておくその動画を参考にいろいろちょっとやってみてください。いいと思いますね。あの僕もさすがに世の中にある曲すべてをね、あの簡単アレンジで動画にするっていうのは難しいでしょうから。はい、ありがとうございます。さあさあ、そして、今回の最後の質問、竹と渡辺さんから質問いただいております。ありがとうございます。こんばんは。質問というより雑談みたいなものですが、左利きのウクレレ弾きにアドバイスはありますか？左利き。意外と面倒に感じてまして、弦を上下逆さまに張ったり、コードも左右逆になったりは想定ない。楽器屋で思想がやりにくかったり、左利きに勇気を与えてくれる回答があれば嬉しいです。よろしく。ということはちょっと待って。竹人さんは、今ご自分で持ってるのは、要は右利きのウクレレをこうやって持っていて、つまり4弦を1弦に、2弦を3弦に、3弦を2弦に、1弦を4弦に、みたいな感じで張り替えてるっていうことでいいですね。そうすると、まあまあ、皆さんから見たらこう、例えば C がこう言ってこういうことになるってことね。F はこうってことで、反対になるわけだね、G7 で。で、だけどこれ楽器屋さん行っても左利きのウクレレじゃない、右利きのウクレレだったら、まあその形では反対になっちゃうもんね。ちなみにあの、この話と関係ないかもしれないけど、松崎しげるさん、ってね、あの歌手の方いるじゃないですか。あの方ってすごくて、あの左利きなんですけど、右利きのギターをそのまんま左に持ってコードを反対に押さえて弾くらしい、弾いてるんだって。
まあ、そんな方もいるぐらいですからね。まあ、人それぞれの正解があるなというふうに思うんですけど、まあ、この、質問で言うと、やっぱ僕もね、左利きじゃないんでわからないんですけど、要は、右利きのウクレレを左利きで使う方法ってことだとすると、やっぱ自分で購入して弦を反対に張り替えたりする以外はないと思いますから、やっぱ左利き用、用のウクレレを取り扱ってるウクレレ店さんに行ってみるしかないなぁってことかな。ちなみに、ガズレレ G ラボでは左利き用取り扱いがあります。もしちょっと興味あったら、G ラボ、ガズレレ公式ホームページのお問い合わせのところか、まあ概要欄にもね、メールアドレス貼っときますけど、左用のウクレレ、どんなラインナップありますかってちょっと確認してもらうとですね、G ラボウクレレも左利きウクレレ、結構皆さん、ご活用いただいておりましてですね、大好評です。セミオーダーなんかもできるんでですね。なんか、すごくこう宣伝っぽくなっちゃってるんですけど。まあ、それもちょっとね、そういうのもあるよということなんですけど。どうなんでしょう。僕もね、あんまり注意して見たことないからわかんないけど、左利き用のウクレレっていうのは、まあ、さすがにそんなにはね、世の中で取り扱われてないから、まあまあ、そうね。あと、多分ですけど、たぬきちさんは、自分では左利き用に使って、改造してるってこういうふうに思うんだよね。ちょっとその辺のこともちょっと、この感じだと、どういうことがね、左利きに勇気を与えられるのかわかんないですけど、一個だけすごく勇気を与えられることとしては、ガズレレ動画見るときすごくいいと思いますよ。だって、こうやってなってるわけでしょ。で、ガズレレの動画を面と向かって見てたら、同じ向きになるはずなんですよ。わかる？この鏡の理論で、鏡みたいに YouTube のガズさんと一緒に手を見てたら、鏡写しでやると分かるわけじゃないですかね。だからみんなは多分、ガズと同じ右利きの人は反対向きに今見てるわけ。言ってること分かります？だから鏡に映して、見てもらう。だからこうやって皆さん芯押さえてって言ってこうやって押さえたら、皆さんから見るとこれ見やすくないですか？そんな感じでいつもだったらこうやってやってるわけですからね。それはかなりで、右利きの人より、そういうふうにプラス思考で考えたら分かりやすいところかなと思ったりもしますということでございます。はい。はい。そしてですね、まあ、今日いろいろ質問いただいて、これでまずね、今回の第2弾の質問はこれで終わりなんですけど、皆さんいい質問ありがとうございます。さっきも言ったけど、過去にもいい質問いただいてるんで、概要欄にその再生リストを見てもらいたいんですけど、ガズがね、めちゃくちゃいいことを、今まで過去にご紹介している、ウクレレお役立ち動画、お役立ち情報っていうのをまとめているホームページの1枚があります。これね、めちゃくちゃいいことばっかり言ってるんで、お時間ある方はぜひそれも見てもらいたい。概要欄に貼っときますけれども、そんなのもね、ご活用していただきながら、さらに楽しく、ミュージックライフ、音楽の自分で生み出すこの豊かさ、味わっていただければというふうに思うわけでございます。はい。そしてこの動画を見てて、まだ質問あるよとか、そんな方、さっきも言ったけど、この動画のコメント欄じゃなくて、こっちの、はい、ガズさんの、に何でも聞いてみようみたいな、こっちのコメント欄に書いてもらうというのが、ちょっとね、やっぱ、あっちこっちになっちゃってね、分かりづらくなっちゃって、ぜひともこれ、こっちにね、また質問書いていただければな、というふうに思いますと。はい。そんなわけで、ちょっといろんなね、お知らせを挟み込みつつですね、ガズがみんなの質問に答えたよコーナー第2弾、やっていきました。はい。またお気軽に、いろいろ聞いてみてください。ガズラジっていうのをやってんですけど、これ、スタンド FM というラジオアプリで、毎朝365日、やってます。これでもね、結構いい話してるんで、誰でも、いつでもどこでも無料で聞けるやつです。これ、ガズラジ YouTube っていうのもあって、こっちでもね、同時配信してるんですけど、こっちのラジオもね、ぜひチェックしていただくのもいいかなというふうに思いますね。と、わかんないことは聞いてみたり、試してみたりして、さらに自分の音楽、深く、していきましょう。というわけで、今日はありがとうございました。それでは皆さん、楽しく音楽していこう。バイバイ。